はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりフォトです。はい、今日はですね、リコーイメージングさんが2022年の12月20日に発表した、ペンタックスブランドでのフィルムカメラプロジェクト始動というニュースを受けて、2つ目の動画を作成してみたいと思います。というのはですね、こんな発表があったよということで喜んで動画を作って配信させていただきましたら、皆さんからですね、たくさんのコメントをいただいて、やっぱり多くの方がこのニュースにですね、驚いて、そして、歓迎されているんだなということがすごく感じられました。ということで、今度はですね、はい、最終的にはですね、動画の中でもフルメカの一眼レフカメラを発売したいというような話がありましたので、まだプロジェクト自体がね、成功するのか、本当にカメラを発売できるのか分かんないというような、お話もありましたけれども、勝手にですね、最終的なそのフルメカの一眼レフカメラ、どんなカメラになるのかなということで、皆さんと一緒に想像をしてみたいと思います。はい、ということで、勝手に浮かれた動画ですけれども、この動画にはですね、皆さんたくさんですねコメントを寄せていただきたいと思います。皆さんの予想する、フルメカの一眼レフカメラですね、令和に出る一眼レフカメラどんなカメラになるのか、コメントを寄せていただいて、皆さんのですね、思いの情報の交換をする場所になって、なればいいかなと思っています。ということで、まず私がですね、想像する、はい、令和のフィルムカメラ、一眼レフですね、どんなカメラかというと、まず、メカについてはもうフルメカって言ってましたので、フルメカだと思います。で、ペンタックスさんですので、もちろん、ペンタプリズムを使ったカメラ、これはおそらく皆さんも思われていると思います。では、大きさはどうかっていうと、ペンタックスさんの代表されるフルメカのカメラというとですね、そうですね、新しいものでいうとペンタックス MX もしくはペンタックス KX だと思うんですね。で、私は個人的にはですね、ペンタックス KX くらいの大きさがあってもいいかなと思っています。MX はもちろんですね、最小最軽量と言われるカメラで非常にお扱いしやすいんですけど、持つ喜びとしては KX くらいの大きさがあると、なんかこの ずっしり感も含めてですね、いいなぁと思っています。はい、ということで、フルメカペンタプリズムを搭載した、まあ、大きさが、KX くらいの大きさだといいかなと思っています。はい、マウントですけれども、ペンタックスさんの場合は、プラクチカマウントですね、 M42 というマウントと、バイオノテ式の K マウントですけれども、ここはおそらく K マウントになるんじゃないかなと思います。で、なぜかというと、ペンタックスさん純正のアダプターありますよね。K マウント変換のアダプターがあるので、まあ、あえて M42 で、出すことはないのかなと思います。はい、続いてシャッタースピードですね。シャッタースピードは、1000分の1、2000分の1、4000分の1で考えたら、私はですね、希望としては2000分の1あってほしいなと思っています。まあ、2000分の1あれば、不足なく使うことができるので、できれば2000分の1あってほしいなと思っています。まあ、4000分の1にして、価格が高騰するよりも、実用的な範囲内の、はい、シャッタースピードが兼ね備えられていればいいのかなと思います。はい、続いて、カラーリングですけれども、せっかく令和で出るので、もちろんシルバーとブラックはもちろんなんですけれども、で、シルバーとブラックでね、デジタルカメラの MX1 のように、塗装が剥げて真鍮が出るのが理想的ですよね。はい。なんですけども、もしかしたらですね、KF のように、ホワイトとかクリスタルブルーっていうのがあっても面白いのかなと思いますね。ね、そういうのがあっても面白いですよね。もしくはオプションでですね、ペンタックス K1 のように、まあ、漆塗りとかね、
グリップが着脱式で、LX のように木製とかね、自分で削り出すことができるとか、そんなオプションがあっても面白いのかなと思いますけれども、まあ基本的にはシルバー、ブラックで真鍮が出るモデルが、出てほしいなと思っています。で、さて最後は価格なんですけど、コンパクトカメラについては誰でも手に取れるようにということで、価格設定をしていただけるようなんですけども、おそらく一眼レフカメラはですね、まあ、ある程度コストがかかるので、まあ、5万円、8万円、10万円、15万円以上っていう価格帯で言うと、まあ、希望的には8万円くらいで出てほしいなと思いますけれども、これは場合によってやっぱり10万から15万でも致し方ないのかなと思わざるを得ないですよね。それでもですね、デジタルカメラが、例えば半年、1年、2年経過するに従って、当初25万円ぐらいしたのが、中古では最終的には、5万、3万になってしまうことを思えば、一生使える、フルメカの一眼レフカメラが10万円、15万円、まあそれ以上であっても、資産価値としてはやっぱりあるのかなと思います。しかも、動画でもご説明してましたように、この時代にあって、保証が効いて、そして修理が効くということであれば、まあそういったことも、そのくらいの価格帯もあり得るのかなと思っています。はい。皆さん、どう思われますか？はい。まず、メカについてはフルメカで、本当に1枚1枚慎重にピント合わせをして、シャッタースピードを決めて、絞りを決めて、1枚1枚撮影していくというスタイル、これ を守られるようなカメラで、ペンタプリズムを使った、本当に見やすいですねカメラになるかと思いますけれども、大きさは皆さんだったら MX と KX のどのくらいの大きさがよろしいですかね、いいですかね。それからマウントですけど、プラクチカマウント M42 っていうこともありるけど、ここはやっぱり K マウントになりそうな気がします。シャッタースピード、皆さんだったらどのくらいのシャッタースピードがあったらいいでしょうか。フルメカなので、まあ、8000分の1ということはちょっと難しいと思いますけれども、私は希望的には2000分の1くらいあってほしいなと思っています。はいはい、色ですけども、ブラック、シルバー。まあ、現在、令和に出るフィルムカメラですので、他のですね、カラーリングがあってもおかしくないし、まあ、それの方がもしかしたら、いろんな方に受け入れられるのかなと思います。皆さんだったらどんな色を希望されるでしょうか。はい、値段ですね。値段はどうですかね。そうですね。やっぱり、8万円くらいだといいんですけれども、10万円、15万円もあり得るのかなと思っています。もうそれ以上もあるかもしれないですよね。ですけれども、何しろこの時代に、あえてフィルムカメラに挑戦するという、このフィルムカメラプロジェクトっていうのを、フィルムカメラファンとしては、本当に大歓迎で応援をしていきたいと思っています。はい、今だから伸びるフィルムカメラでした。皆さんのコメント多数お待ちしてます。一つ一つコメントに返信できないかもしれませんけれども、それぞれのですね、皆さんのコメントをそれぞれ、参考にしていただいて、皆さんも、思いを募らせていただければいいかなと思っています。はい、今だから伸びるフィルムカメラの一人ひとでした。さよなら。